連邪町は、かつて、東京市神落に存在した町の一つ。関東大震災後に区画整備がなされ、1933年3月25日に、須田町1丁目と淡路町2丁目へ編入された。連邪町の名は、連邪を作る職人が多く住んでいたことに由来する。全東京展望者新町をより、第10東南東連邪町を越えて、浜松両国方面を望む。 1888年1月撮影。1657年の明暦の大火の後、連弱町は炎症防止の非常地として土地を召し上げられ、筋貝橋の南方へ移転した。その際、連弱を飽きなう世帯は、武蔵野に代わりの土地を与えられて移住した。この界隈には、江戸時代に土井の戸守や青山下の森などの神屋敷があった。 連尺町18番地の開発の経緯をまとめた、江戸、東京の都市市によれば、幕末に青山や上屋敷であったところに道を開き、既存の建物を活かしながら開発が進められた。明治期に家族の酒屋家を経て民間の所有となり、豪商の三井組などが一体に芝居小屋、寄せなどの工業施設や店舗を設置、賑わいのある町が作られた。その賑わいぶりは、 樋口一葉の分かれ字母の中に神田連塾長とかや友さえずりのカマビス式ならで客足刺激と表現されている。大正時代には鉄筋コンクリート作りのオフィスビルも建設された。1925年に建設された第一 KS ビルは大正時代に建設されたオフィスビルの様子を後年に伝える建設物の一つとして現存している。 JR 中央線が駅内を通過している。1912年に、辰野金吾の設計のもとに建設され、日本最初の高架線沿いの駅舎と言われる、万世京駅が町内にあった。開業当時は、始発駅であったが、1919年の神田駅の開業によって、中間駅となるが、路線の拡大に伴って利用者は増加したが、1923年に、 発災した関東大震災によって駅舎は外観を止めつつも全焼してしまった。震災前の万世郷駅周辺は路面電車も集中し上野、新橋、新宿に被験する繁華街を要するターミナルであった。しかし復興計画によって開通した安国通りを路面電車が通るようになったことや秋葉原駅の開業によって乗降客数の減少に見舞われた。 乗降客数の減少に加え、万世京を挟む神大駅とお茶の水駅の駅間の短さが災いして、1936年に万世京駅は廃止された。京では万世京駅の面影を残したアーチ型レンガ作りの効果が現存し、万世京駅舎の基礎が保存、展示されている。ありがとうございます。